おはようございます。11月9日9時28分、本日のモーニングショットをお送りしたいと思います。まずはじめに、売買方針でございますが、ドル円は今日は売りから103円の5565で売り、ストップ103の85において103円台1505での買い戻し、ユーロドル 1.186050 で押し目買い、1.1825にストップを置き、1.192535での利食い。ユーロ円は123円1020で売りから、ストップは123の50において122円台5040での買い戻し。まあ、どちらかというとレンジ感が強いイメージです。ポンド円は135円の7565で買いから、ストップ135円の45において136円台3545での利食いを。OG 円は74円の9080で買い、74の60にストップを置いて75円台4050で利食い。ニュージー円は69円の9585で買い、69の65にストップを置いて70円3545での利食いをイメージをいたしました。ドル円が一方的に103円ちょうど割って下落をするようであれば、クロス円の買いを指している部分についてはキャンセルをするつもりでおります。あとは全体的に見てですね、雇用統計が非常に良かった、失業率予想の 7.7 に対して6.9と非常に強い内容で、ノンファンペイロールも前月比で、こちら予想の60万人よりも強いと。にもかかわらずその時には、上がりきれず103の50に届かなかったということ。20まで攻め込んで、そのショートカバーで、確かに100こちらの方は3円の71まで上がったものの、そこから伸びきれずに103円の22まで下がって30台引けといった形になっています。本日もやっぱり上がれません。そのことを考えますと、やはり戻りが相当鈍いだろうなというふうに思います。ただ103円の10ちょうどには買いが入ってそうな感じではありますので、とりあえずそこに絡んだところではショートはやめておきたい。ただ、これがもし103割れていくようであれば、これは、1回はやっぱり売らざるを得ないなという気がしますし、置いてある買いをですね、外すべきだろうというふうに思います。またドル円がこう崩れていく局面において、次にクロス円を売りたい方向って私、とりあえずユーロ円しか書いておりませんが、どちらかといったら、変に逆張りでこう買っていくよりはですね、何もしないか、もしくは、一緒になってドル円と同時にこう崩れる局面でクロス円も一緒に売って、チャートのポイント水平線見ながら売っていくのも一つの手なのかなという気がしております。あまり逆張りで買い方向ではあまり見ないように、特に円絡みはもしドル円が103円が割れるようでしたら、それは注意をすべきだろうなというふうに考えています。でまた、ドル円がこうあまり大きく崩れないにもかかわらずクロス円がどんどん下がっていくようであれば、一旦買いがつく前に一回外すケースもあろうかと思います。要はクロス円の動き含めて流れをよく見ながらというふうに考えています。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFXYouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に
新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。